皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はドラゴン家を買うの庭でございます。これはですね、ファンタジーの不動産話となっておりましてですねまあ俺たちもね、新しく家を買ったばかりなので、これはどのようなストーリーになっていくのか、間取り 3LDK がいいのか 2LDK がいいのか、バスルームって2階にもあるのかみたいな、そういう細けいところになっていくのかどうかもわからないんだけれども、結構俺にとってはナウイな話なので気になっております。ではでは入っていきましょう。てかすごいお家になってるね、あちこち。めちゃめちゃすごいのばっかりやないか。パン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 パパパパン。人生は一生かけてロールプレイング。勇者もドラゴンって言った。今ドラゴンって言った、ドラゴンに聞こえたんやけど。そういう歌い方なのか。わざとじゃないんだったらびっくりするやで。つなぎ合いましょうよ。でもドラゴンである以上気をつけましょうね。なんかスープにされたり、骨取られてレアアイテムとして作られなかったり、気をつけなければいけないんですよね。そしてドラゴンのオス、大きくなったのかあんた。それがマイホームか。いや、チビドラゴン。おそらくこのアニメはあんまりこのドラゴン自体が強くなることは見ないでしょうね。移動は素敵やな。ほうほうほう、お綺麗な。でもあんた入れないでしょ。ドア入れるか。あ、この視点からすると入れそうじゃないですか。え、どういうこと、これ悪夢落ちる家なるほどね、悪夢でした。超強いやつやったんだよね。申し遅れました、私は結果狂ってるか。わかるわ、そんな人の目の前で人殺すとかびっくりするよ。この人ですよね、きっと。ここにさ、服が入ってきてんじゃないですか、この人の。それめちゃめちゃ難しくない？あんた建築さんってびっくりしてんの？服着るの難しいなと思っただけ。読み込み、あ、おう。建て売り、おお、すごいね。お、名刺もいただいてる、いただくんですね。てか金銭はどうしますか。魔王かよ。リアル魔王じゃなくて。安全だよね。だよね。レティさんのご希望を受けたまりましたが、これでは間取りがシンプルすぎてセキュリティが甘くなります。なるほどですね。最後ですよ。わお、
そこも考えないといけないですね。うわあ、いや人類はかわいそうやわ。え、勇者やば。確かにゲームやってたらそういう勇者が多いですね、私も含めて。あ、はい。でもさあ、男女に住んだら絶対勇者来るやん。だったら一番奥に住まへんとあかんけど、それでもやってくるじゃありませんか。お、神殿やないか。何かやばいパズルやらへんと入れないやつやろ。神殿風おい、すげえな。購入できるか。お金が。だよね。ほう、なんかすごいやつがいるんだけど、こいつか飼い主。いやトラップあるか。あー罠。しかも飛べへんしねこいつ。地下1階。ほう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 。最高じゃん。めっちゃ使えるじゃないですか。せっかくですからこのダンジョンを体験してみましょう。おお。蘇生術ややわ。やっぱりパズルね。おい、ひで。地下2階行ってしまったわ。で1回蘇生して。だよね。今度は、はいはいはい。あ、それか落ちるんだろうか。で死ぬんかい。ほんと意地悪やな。ああ、死亡。いやでもさ、ここの修復ってやつがもう必要じゃん。どうやって改善するんだろうか、元通りに。物いっぱい壊れてんじゃん。わあ、でもほんまねえ、これ地下3階。おいおい、絶対嘘やろ。これによって殺されるでしょ。はあ、おい、お前もそうじゃん。じゃあ流れちゃうます。さよなら。流れちゃいましたね。で蘇生したか。怖えよ。以上がこの家の勇者対策になりますが、
すごいね。体験コースってなんだよ。飛べるんだったら飛ぼう。飛べへんねんな。乗ってるよ。あ、いたいた。おい、レア素材くれくれ。うい、お、魔王じゃぞ。うわー、こいつら悪いな、ほんま。怒ったな。なんか飛んだしね、怒るよね。あー、こいつら死亡か。さよなら。下見たらあかんよ。戻った、すげえな。頑張ったな、腕力えぐ。お疲れ様でした。レティさん、よく頑張りましたね。やば、超癒されちゃうやん。あんたお金もないじゃん。いや、もうそりゃそうじゃん。エリック、人間、これ勇者かよ。霊気249、すげえな。レベル249ってどんだけやばいやつなんだろう。ふむ？レティさん、はい、筋肉痛はだいぶ良くなりました。でも、もう落とし穴は遠慮したいです。だよね。次の物件は罠は設置してありませんから。おい、でも怪しいぞ。じゃあなんだよ。そうですね、勇者たちが絶対に立ち寄らず、一人暮らしでも賑やかに暮らせ。絶対に飛んでるやつやろ。いやー、わけありそう。OK。おい、どんなもん。いやいやいや。怖えよ。死者のお屋敷じゃないですか。勇者行かへんのか、ほんまに。あ、はい。いや、でも嫌で言うとるやん。もうこいつ絶対に楽しんでんじゃないですか、魔王さん。こういう変な趣味やろ。うわー、修復お金かかるわこれ。買ったところでいらんわ。今飼い主いないってこと？あ、そう。あー、来ちゃいま、ん？そう、トラップはない言うたな。本当に言ってるんですか、ここ。出ます。出ます。貸し担保責任というのがありまして。貸し担保？売買する物件に何らかの欠陥がある場合、はい。口義務があるんです。つまり出るって言わなきゃいけないってことですか？でしょうね。それに、ネズミも多いわ。おい、お払いなんて無駄無駄。そっか、じゃあ嫌やん。さて、百聞は一見にしかずです。ってことは一見するか。おい、それはやめよう。ってか色が
黄色くなった。あ、違うか、角かよ。おい、ルイージかよ。おい、ちょっとバイオハザードになりましたね。頑張れー。これなんかおったんやけど出ますね。はーい、頑張れー。これなんすか、このドラゴンイエー顔ってアニメほんまおかしいわ。わあ、来たやん。怖っ。ちか注射持ってんじゃん。あ、怖っ。ちくえ、動いとるな。あんたかよ。動いたな。え、なんで映画落ちるんだよ。いや、なんか俺んすけど。太郎やん。出たらあかんやん。あんた掃除機持ってへんやん。やられましたね。出ます。いるんだよね、それが。ついてくるんだよ、それが。いい、てか赤いわ。窓が全部。だよな。逃げられませんね。あ、どうしたんや。あ、懐中電灯ありがてえ。誰でしょうね。うわ、チーが。え、なんで。チー、やめてよ。怖っ。うわー、やばいことが起きたようです。この先に行くのは危ない。でもね、振り向いたら後ろにやばいのがいるから、あそこに入らないとあかんっていう。ここにディアリアさんが寝たはる。うわー、違います。怖え。はい、あ、失神しましたね。あれあれ、いや、ビビるわ。怖え。ゾンビかよ、あんたら。少し過激だったのではありませんか。これが我々の歓迎の仕方でした。おえ、だって刺してる。紹介が遅れました。この方は家主のサミュエル卿。へえ。この地の領主だった方でして。あんたか、249のやつ。全力で歓迎会をすることになり、兵の配下100人の勇気と居候のグールで肝試しパーティーを行うことに。マジかよ、怖えよ。どうしますか、レティさん。おすすめの物件ですよ。どの辺がおすすめなんでしょう。第一に勇者が来ません。怖いから。できるアイテムはほぼ価値のないものばかりです。そっか。使えない貨幣、消費期限の切れた薬、折れた剣などですね。勇気やグールは大した素材になりませんし、勇者たちの探索対象になっていない。なるほどね。そういう意味か。勇気たちはどこからか常に見守ってくれるので。ありがたい。セキュリティとしてはバッチリですね。寂しくないってそういうことかい。では私が部下を連れて去りましょう。そうすれば安心でしょう。いや、あのすぐ裏の墓地におりますので、あれば即座に駆けつけますぞ。怖えよ。どえらい事故物件でした。なんと今勝手に住み着いたグールたちも漏れなくついてきます。おい、いやいやわ。何これ、やめて。
逃げましょう。懐かしいですね。私がまだ先生、あなたとは初めて出会った時もドラゴンと旅をしておられた。へえ、そうなんや。OP におったな。こいつのパパなんだろうか。てか何歳やろこいつ。ディアリアさん、助けて。おやおや、少しお待ちください。わお。あのディアリアさん、はい、どうなしたんや。もっと心が休まる家が欲しいです。死者に囲まれた家というのはちょっと。かしこまりました。次は死者さんの住めない辺境の地を。いや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 言い方が怖いよ。まあ要するに魔物たちが住むようなところは普通に誰も住みたくないやな。お気になさらず、主によって快適な空間は違うものです。それではさよなら。ドラゴン殿。あ、おう、はい。素敵な経験をされましたね。いやー、あの声優が出てくるとね。見た目は怖いですけど、いい人でしたね。かっこいいな。そうですね。一時は盟友に裏切られて領地を追われたそうですが、怒りのあまり家臣100名を道連れに自害して勇気となり、おお、行けるもの全てを根絶やしにしたと。昔の話か。すげえな。まあ誰にだって過去がありますよ。そんな過去のことにとらわれたら。ユキは怖えよな。おかしなアニメやわこれ。おかしいやわ。ドラゴンさん、あんた強いんちゃいます。ちょっと腹をふくれ。腹をふくるっていう。腹をふくる、腹をふくれ、腹がふくれる、腹をふくれ。ちょ、意味が違うよね。絶対違うよね。何を俺が言いたかったの。え、大丈夫か。なんか俺のパソコンちょっと今大丈夫なんだろうか。ジジュってなったし。お、いたいた、あい。ED に出てくるんですね皆さん。このアニメほんまなんなん。まあ不動産的な話にはなったんだよね。あ、はい。怖いわ。貸し担保責任、はいはいはい。マジかよ、すげえな。エルフハウジング役に立ちますね。ありがとうございます。皆さんはこのようにですね、ちょっと物件探ししている際にはやばすぎる人が死ぬようなトラップは、置いたら良くないのとか、死者が住んでるところはもしかしたら怖いっていう部分もあってですね、あんまりよろしくないとか、まあそういったところは常に頭にインプットして、購入なさった方が良いかなとは思うし、もしですね、ちょっと安いと思ったとしても、
なんで安いんだろうかって考えて、それはもう事故物件という可能性もありますので、そこのとこはまあ心広く考えていただければというふうには考えておりまして、はい、皆様これからもぜひご覧いただければというふうに思っております。コメントの方でご自身たちはどちらの家を選んだのかを教えていただければと思います。 Until next time, goodbye. 大きに。